にちは、ハカです。今日は待っていた部品が届いたので紹介したいと思います。カメラ用の部品なんですよ。先日買ったこの α6600、 こちらに付けられるアクセサリーを買いました。はい、非常に小さな箱でものすごい軽いんですけど、結構ね、これには夢が詰まってるんですよ。スモールリーグっていうメーカーなんですけど、まあ、カメラやってる人、写真とか動画撮ってる人は結構耳にしたことある、まあ、使ってる人も多いんじゃないかなというようなメーカーなんですよね。まずは開封していきましょうか。箱を開けてもまだ見えない。こんな白い封筒に入ってやってきました。結構厳重に梱包されてまして、でプチプチにくるまれてビニール袋に入ってて、紙袋に入ってて段ボールということで、これも海外から取り寄せてるので衝撃には気を使ってくれてるのかなとは思います。でこれが何の部品かをお分かりになるでしょうか。勘のいい数だったらピンとくるんじゃないでしょうかね。上にはスモールリーグっていうロゴと、こっちには 4α6600 と書かれてます。見えてるかな。これはですね、コールドシューアダプターっていうもので、この α6600 の上にこんな感じで取り付けるものなんですよ。基本的にカメラってフラッシュを上に乗せられるように、ここにホットシューというものがついてるんですよね。キャップを外せば端子が出てきて、ここにフラッシュを乗せられるようになってるんですよ。ホットシューっていうのは、まあ、端子があるアクセサリーシューのこと。で、こっちのコールドシューっていうのは端子のないアクセサリーシュー。アクセサリーシューっていうのは規格が一緒で、この溝の幅だったり高さが一緒なので、他のアクセサリー系もここにつけることができるんです。で、このアイテムは、こう、α6600 に取り付けることで、右肩と左肩、それぞれにアクセサリーを取り付ける場所を増やすというアイテムなんですね。で、何をつけるかというと、これ、マイクですね。で、このマイクが、下が、シューに取り付けられる形になっているんですよ。で、もう一個、こういうライト。これもシューに取り付けられるようにしています。この2つを撮影の時に α6600 に取り付けたいと。早速取り付けてみましょう。では、早速取り付けていきたいと思います。非常に簡単なんですよ。これ、六角レンチと取り付けネジが付属してるんですよね。これがボディの形状にピタッと収まるようになってまして、それぞれこのストラップ穴にこの取り付け部分の穴が合うようになっています。この小さなネジなんですけども、ストラップ穴を通してリグに取り付けるような感じですね。反対も同じように取り付けていきます。これだけで取り付け完了です。こっちとこっちにシューが追加されました。取り付けが終わったわけなんですけど、まあ、そもそもなんでこれをつけるのかっていうと、 α6600、6400 もですけど、最大の特徴ってこのシルト液晶ですよね。ホットシューがここにあるわけです。こういったマイクを取り付けたいなと思った時に、この真ん中のホットシューにこうやって
取り付けてしまうと、せっかくのチルト液晶が全く見えないわけです。これをなんとかしたいなというのが今回のこのアイテムなんですね。なので私の場合は、このファインダー側の、そうですね、カメラ後ろから見た時の左肩側にこのマイクを取り付けるようにしたいなと思っています。はい、マイクをつけても背面の液晶がしっかり見えますよね。そして右側、ここにはこのルームキューブをつけたいと、こんな感じですね。両肩にしっかりとついてます。まあどっちもこれホットシューの接点を必要としてないので、コールドシューでいいわけなんです。これフラッシュを乗せようと思ったら、どうしてもこのホットシューに乗せなきゃいけないんで、フラッシュを使って自撮りするってことはまああんまりないかなというようなことで、そこは諦めてはいるんですけど、動画を撮るときはこのスタイルでいつも撮りたい。実はα6400 でこれと同じものを取り付けてるんですよ。で、今まで撮ってた動画って基本的にはこのスタイルで撮っていたんですね。必ずこのライトもつけて自撮りをしてるわけなんですよ。こう明かりが照らされるとちょっと違いますよね。あとこのマイクもショットガンマイクなので、この声ですねの通りが非常にいいと、集音性も高くノイズも少ないマイクなんで非常にいいマイクです。今 α6400 は普段使ってるこのマイクを取り外してますんで、内蔵マイクで撮ってます。室内であればソニーの内蔵マイクすごくいいんでおすすめです。ただ屋外で撮るときやっぱりこれ欲しいんですよね。これで普段の自撮りスタイルが α6600 でも再現できました。 16mm で撮ればこういった手持ちスタイルでもなかなかよく撮れますんで、非常に綺麗にいけますね。まあ、最近屋外の撮影がこれがないことでちょっとできてなかったんですよね。なのでまたこれを持って外へ持ち出して撮ってみたいと思います。そうそう、α6400 からこのレギを移植しなかった理由もあって、実は α6400 のこの両肩のリグがですね、 α6600 にはつかなかったんですよ。ここですね、この端子カバーが縦に大きくなってしまったので6400用はつかなくなっているんです。新設計ということですね。それで発売を待ってたんです。 α6600 手に入れてからスモールリグのサイトをもう毎日のようにチェックして、先行予約販売にこの商品が乗るのを心待ちにしてました。で、乗ったらすぐに予約しておいて、で、それがもう11月の頭ぐらいだったのかな。 α6600 発売してから1週間経つか経たないかぐらいで先行予約スタートしてたんですよ。で、今12月4日、5日かな。なので、1ヶ月ぐらいかかってしまった形にはなりますけど、ようやく今日来てくれたというわけですね。あと、このリグが結構考えられてるなというところがあって、これストラップの穴塞いじゃってるわけじゃないですか。代わりに、ここにストラップがかけられるように、なってるんですよ。で、普段使ってるこのピークデザインのアンカー、これをつけることができます。はい、アンカーこんな感じでつきました。ここにこのカフを取り付けて手首に通してしまえば、これで不用意に落としてしまっても安心ということですね。いや、いいですよね。これにこの状態、これで完璧になりました。 α6600 これからの稼働がとっても増えそうです。このリグ一つつけてもそんなに重量は増えないですし、このリグがバンパーの役割をして衝撃から守ってくれるんじゃないかなっていうのもちょっとあったり、まあなかったり、あと
私がこの両肩のリグが非常に気に入ってるところとしてはこれフラッシュをリグをつけたままつけることができるんですよ。ホットシューに干渉しないんですよね。これ重要なんです。スモールリグで α6400 用だったり6600用のアクセサリーっていくつかあるんですけど、この両肩用のやつでなければ右肩用、左肩用それぞれ別の部品で出てるんですよ。ただその2つに関しては真ん中のホットシューで固定するっていうスタイルなんです。ホットシューとどちらかのストラップホールのネジで固定するのでリグをつけてしまうとこのフラッシュはつかなくなってしまうんですよ。で、私写真でフラッシュ使うことも結構あるのでいちいちリグ取り外すの嫌ですよね。で、普段は動画撮りたい、写真も撮りたい、フラッシュもつけたい、マイクもつけたい、まあ、同時につけることはなくてもリグをいちいち取り外すのってすごく厄介だなと思うんです。なのでこの両肩用のリグが一番いいなというふうに思ってるんですよね。いかがでしたでしょうか。このスモールリグのアクセサリー両肩用 α6400 や6600使ってる人には本当におすすめです。特に動画を撮って自撮りしたいという要望にはしっかり応えてくれるものなので必須アイテムと言ってもいいんじゃないでしょうか。スモールリグは海外からの発送になるんでちょっと届くまで時間かかってしまうんですけれども買う価値は十分にあると思います。概要欄にリンクも載せておきます。ぜひ皆さんも手に入れてみてください。それではこんなところで今日はスモールリグの α6600 用両肩のコールドシューアダプター、そちらの紹介でした。今手元にライトがあるんで普段のようにライトに照らされてないのでちょっとコントラストが出てるかもしれません。まあ、ご了承ください。ではでは、本日も最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルではカメラとかその他のガジェットだったりとかパソコンのパーツ、その他大人の趣味について紹介していきたいと思っています。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。よろしくお願いします。